整体院5行の山本です。今回はくしゃみをしただけでぎっくり腰になるその原因と繰り返すぎっくり腰を改善する方法について説明していきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、ではなぜくしゃみをするだけでぎっくり腰になるのかということを説明していこうと思います。ここに簡単に人の体の絵を描いたんですが、ここが腰椎で赤で数字の2を描いてあるんですが、これは2しか動かない、10あるうちの2しか動かないということになります。そしてここが股関節ですね。股関節は5と書いてありますが、これは10あるうちの5動くということです。そしてここが胸椎ですね。これが3と書いてあります。これは10あるうちの3だけ動くということです。そしてまず股関節ですね。股関節の周りの筋肉が固まると股関節の動きが悪くなります。ですのでこの5がですね、これが1になるとします。そして次は肩甲骨、この胸椎ですね。肩甲骨の周りの筋肉が固まって胸椎が3だったのが1しか動かなくなったとします。そうすると腰椎にかかる負担がプラス2とプラス4になりますので、合計6の負担がこの腰椎にかかってくるということになります。ですのでここが2だったのが8負担がかかるということになります。つまりこのように体を回転させた時に腰椎が8動いてしまうということですので、腰椎が動きすぎて捻挫をしてしまう、怪我をしてしまうということになります。これがぎっくり腰です。ですのでくしゃみをしただけでぎっくり腰になってしまうということは、よほど体全体が硬くなって腰に負担がかかっているということになります。ですので全身の原因となる硬さを取っていきたいんですが、今日はいろいろある原因の中の一番動いてほしい股関節のところの筋肉、大腿筋膜張筋という筋肉をほぐして、ここの1しか動かないのをこれを5に戻してあげて、この腰椎にかかる負担を減らしてあげたいと思います。はい、それでは今日ほぐしていく筋肉の場所の確認をしていきたいと思います。はい、それではまず骨盤の前のここの出っ張りを見つけてください。ここの出っ張りを見つけて、ここに人差し指を置いてください。そしてここから縦に指2本揃えていただいて、そしてこの中指のところに人差し指を移動します。はい、そしてここから指を3本真横にこのように並べてください。そして今度はこの薬指のところが今日ほぐしていく場所になります。ここにこのテニスボールを当てていくんですが、もし今テニスボールを持っていないとすれば、あのタオルを丸めて使っていただければ大丈夫です。はい、この場所にこのテニスボールを当てて、そのままこのように横になります。このまま体重をかけて痛気持ちいいくらいで止めていただきたいんですが、もし今の時点で痛くないのであれば、少しこのように動かしながら痛い場所を見つけてください。そして痛い場所が見つかりましたら、この肘とこの足でちょっと体を浮かしながら少しずつテニスボールに体重をかけていってください。そして痛気持ちいいところで止めていただいて、この30秒の間は深呼吸をしていきます。はい、それではやっていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30。はい、OK です。それでは反対もやっていきますので、この場所を探していきましょう。まずここの出っ張りを探していただいて、ここに人差し指を置いて縦に並べます。そしてこの中指のところに今度は薬指ですね、今度は逆ですので薬指を置いて、そして横に指3本並べます。そしてこの人差し指のところにこのテニスボールを置きます。そしてこのままさっきのように横に寝ていただいて、同じようにこの肘とこの足で体重を持ち上げて調節しながら、少しずつテニスボールに体重をかけていってください。そして痛気持ちいいくらいで止めていただいて、30秒間深呼吸をしながら
キープしてください。エクササイズは1日に2セットから3セット、これを2週間やって様子を見てください。それでは今日の動画は以上になります。この動画が役に立ったと思われたら高評価とチャンネル登録をお願いします。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。